こんにちは。今日の講義は書籍、気遣いの壁です。この書籍は、気がつくだけの人を気が利く人に変える、たった一つの考え方を提供しています。この書籍はネットで話題沸騰し、続々と重版されるほどの人気を誇ります。周りからの印象が180度変わる気配りの戦略書として、指導実績200社、2万人以上の実績を持つ元リクルート CS 推進室教育リーダーが教えるシンプルな習慣を凝縮した一冊です。あの人困ってるかもと気づいても、迷惑だったらどうしようと躊躇したり、多分大丈夫だろう、余計な一言かもしれない、スタンドプレーと思われそうだと自分に言い訳をしてしまうことはありませんか。この本ではそんなリアルな実例を多数紹介しながら、誰でもできる気遣いの重要性を示しています。謙虚な人、内向的な人、繊細な人、思いやる人、そんな気遣いの素質を持つあなたが一歩を踏み出す戦略書として、本書は大きな支持を集めています。書籍内では、見返りを求める癖を取り除く、質疑応答のハードルを下げる一言を言う、注意するときは相手の事情を先に聞くなど、具体的なアクションプランが提案されています。そして、この書籍はビジネスマナーにとらわれることなく、情のスキルを身につけることを提唱しています。職場や身近な人が身につけている素敵な気遣いのスキルを身につけることで、周囲との関係がより良くなることを約束します。気がつくだけの人生から気が利く人への変化を求める方々にとって、この書籍は必読です。自分自身の壁を乗り越え、相手の壁を尊重することで、人間関係やコミュニケーションの質を向上させるための具体的な手法が提供されています。このように、気遣いの壁は単なるビジネスマナー本ではなく、人間関係をより深く豊かにするための貴重な指南書と言えるでしょう。読者が日常生活において気遣いを身につけ、自己成長や周囲との関係構築に役立てることができる価値ある書籍です。日常生活やビジネスシーンでのコミュニケーション能力が飛躍的に向上します。他者への気遣いや配慮が増えることで、信頼関係が築かれ、円滑な人間関係を構築することが可能になります。これにより仕事の効率が向上し、チームワークが強化されるでしょう。また、この書籍を読むことで自己成長に対する意識が高まります。自分の行動や言動について客観的に見つめ直し、改善点を見つけることができるでしょう。それに伴い、自信がつき、より前向きな姿勢で日々の活動に取り組むことができるでしょう。さらに、相手の立場や気持ちを理解する能力が向上します。他者の視点を考慮することで、対立や誤解を回避し、円滑なコミュニケーションを実現することができます。これにより、対人関係のトラブルやストレスが減少し、心身の健康が向上するでしょう。この書籍は単なるビジネスマナーの向上だけでなく、より豊かな人間関係や生活を築くための指南書として、読者に多大なる影響を与えることでしょう。自分自身の成長とともに、周囲との関係や環境へのポジティブな影響も生まれるでしょう。読者はこの書籍を通じて、より良い人生を歩むためのヒントや示唆を得ることができるでしょう。気遣いや配慮といった概念は、人間関係やコミュニケーションにおいて根源的な要素であり、その重要性は計り知れません。人は社会的な生き物であり、他者との関係を築くことが不可欠です。そして、その関係を築く上で欠かせないのが、相手への気遣いや配慮です。気遣いや配慮は、相手の立場や感情を考えること、相手のニーズや要望に応えること、そして相手の心を尊重することを指します。これは単なる礼儀やマナーだけではなく、相手との信頼関係や絆を築くための基盤とも言えます。人は誰もが自分が思いやりや理解を受けることを望みます。そのため、相手に対しても同じような気遣いを示すことが大切です。例えば、相手が困っている時に手を差し伸べたり、相手の意見や感情に耳を傾けたりすることは、相手にとって大きな支えとなります。また、気遣いや配慮は、人間関係を円滑にするだけでなく、自己成長や心の豊かさにも深く関わっています。他者に対する思いやりを持つことで、自己中心的な思考や行動が減少し、より成熟した人間として成長することができます。そして、
他者との良好な関係を築くことで、心に安らぎや幸福感をもたらすことができるのです。さらに、気遣いや配慮は社会全体にとっても重要です。個々の人間関係が良好であれば、それが積み重なって社会全体の結びつきや調和を促進します。そのため、気遣いや配慮は個人のレベルだけでなく、社会的な視点からも重要な要素といえます。このように、気遣いや配慮は人間関係やコミュニケーションの基本的な要素であり、個人の成長や社会の調和にも深く関わっています。このテーマを深く理解し、日々の行動に生かすことができれば、より豊かな人生を送ることができるでしょう。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら、外見や体調が良好であることは、人生の質を高め、活動的で充実した生活を送る上で欠かせない要素だからです。美しく健康的な体は自信につながり、対人関係やキャリアにおいても大きな影響を与えます。また、運動や適切な食生活は体力や集中力の向上にもつながり、仕事やプライベートの両面で生産性を高めることができます。そこで、ダイエットや健康管理に特化した優れたサービスをご紹介します。それがライザップの結果にコミットプライベートジムです。このプログラムはマンツーマントレーニングを中心に、食生活やメンタルのマネジメントまでトータルでサポートしてくれます。まず、専属のトレーナーがあなた専用のプログラムを作成し、1対1で指導を行います。トレーニングは1日50分、週2回と無理のないペースで行われます。完全個室のプライベート空間なので、人目を気にせずに集中できます。食事面でも無理な制限はありません。トレーナーが管理栄養士とともにあなたに合った食事プランを立ててくれるので、健康的に痩せられます。メンタル面でのサポートも手厚く、無料カウンセリングを受けられます。さらに、このプログラムには30日間の無条件全額返金保証がついています。結果が出なければ費用は全額返金されるので、安心して挑戦できます。リバウンドしにくい体づくりを目指すなら、このプログラムは最適の選択肢です。これまでダイエットやジム通いが続かなかった人も、マンツーマントレーニングならきっと続けられるはずです。健康で理想の体を手に入れたい人は、ぜひこの機会をお見逃しなく。テレビ CM でも話題の結果にコミットなプログラムで、自信を持ってご案内させていただきます。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。